天才どうもちゃお、篠原です。今回は僕自身が京大で出会った天才の話をしたいと思います。で、僕はですね、まあ京都大学という大学に4年間、まあ、通ってまして、まあ、京都大学は世間一般のイメージでいうと、まあ、天才の大学というか、まあ、僕自身がそう思ってたし、まあ、実際多分天才の大学でしょうね、多分。まあ、東大は、まあ、平均90点の人間が集まるタイプで、京大は100点の人間1人と0点の人間99人が集まる大学っていうイメージです。まあ本当にもう何でしょうね、100人中たった1人でも天才が育てばいいやっていうような大学なのかなと、思います。これ僕の勝手な印象ですけど。で、あと学校に入学式で僕言われました。一番最初入学して京大合格おめでとうございますと。で、我々はあなたたちを教育するつもりありませんみたいなこと言ってました。で、なんでかっていうと、うちの大学は99人はもう凡人でいいと、1人の天才が育てばいいんだと。で、その1人の天才様に我々教授陣は教えることはないんですって言ってたんですよ。もうその天才は天才なりに勝手にやってもらったらいいんですっていうつもりなんですってことを言ってたんです。で、すげえなお前って思ったんですよ。あの入学して早々のそのフレッシュでやったーみたいな、そういうこれから京大でいっぱい勉強するぞってやつに教える気ないですっていきなり言うかって思ったんですよ。なんかまあ そういう大学なんです、京大って。で、だから、まあ、僕は京大でいろんな人と知り合って、まあ、友達になったりとかしていろいろ交流させてもらったんですけど、やっぱりね、天才がいました。一定数で、まあ、大体 10% ぐらいですね。 10% ぐらいはこいつすげえな、お前マジかっていうような人なんですよ。で、まあ、例えばですけど、30分で英単語1000個覚えてもう一生忘れないって言ってる人がいました。いいですよね。だから丸1日あったら大学受験で覚えるべき単語全部覚えられるんでしょうね、多分。で、もう1日あったら多分文法が覚えられて、もう一日あったら多分熟語が全部覚えられると思うんで、大学受験の単語と文法と熟語っていうその3つに関しては多分3日で終わるんでしょうね、多分その人は。すげえな、羨ましいなって思いました。まあ1回のものを見聞きしたら忘れないタイプですね。で、あとまあ他にもまあ学年トップだったかな、首席で受かった人だったと思うんですけど、なんか解けないのはないって言ってましたね。すげえなお前と。で、じゃあ京大の試験どうだったのって聞いたら、いやまあ解けないのはなかった、ただ時間がなかったって言ってましたね。マジかと、すげえなお前っていうのですね、がいました。で、なんでしょう、英語とかの帰国子女とかで小学校じゃない中1で英検1級通ったみたいな、中1で英検1級かよみたいな、まあ、帰国子女だったんですけど、京大の試験でも150点満点中128点とか言ってたかな、28点どこで落としたんだ、22点どこで落としたんだと思ったんですけど、なんかそういうようなタイプですね。120とかなんか8割ぐらいだったと思うんですけど、なんかそれぐらい取ってるやつがいて、まあ天才ですよね。で、まあ僕自身もそれ学生だけじゃなくて教授にもいて、まあ、僕生意気だったんで、教授の意見と全く反対の意見で理論組み立ててみようと思ったんですよ。一回めっちゃ頭いい教授がいて、こいつすげえなって教授がいたんで、一回教授の意見と全く逆の立場の意見で頑張って自分なりのその論理を組み立ててみたんです。そしたら、うん、それはねって言って2秒で反論されたんですよ。僕は1ヶ月かけてめっちゃ調べて、もう絶対に反論の余地がないだろうってことを2秒で指摘されて、で、あ、すいませんみたいな、あ、そうだったんですねみたいな、すいません負けですみたいな、なんかそういう感じなんですよ。で、僕凡人なんで、なんでしょう、そういう天才たちを見るとすげえなって思うことばっかりだったんですよね。で、っていうような、京大の天才たちが一定数いて、で、まあ、僕自身 YouTube で、まあ、
喋りってことに関しては多分僕結構うまいと思う、多分天才だと思うんですけど自分自身で、まあ、そういう立場になってみて思ったのが、あのですね、才能って誰でもあるんですよね。まあ、僕自身いろんな生徒とか教えてて思うんですけど、こいつすげえなってやつって一定数いるんですよ。で、生徒なんだけど絶対俺よりは賢いだろってやついるんですよね。今たまたま僕の方が長く生きてていろんなこと勉強してるから、たまたま僕の方が物知ってるだけで、実際じゃあ同じ年齢になったら多分この人にこの分野で負けるなって人結構いるんですよね。で、誰しも才能があるんです。なんか僕の意見ですけど、誰しも才能がある。ところが何の才能があるかはやってみないと分かんないんです、人生って。で、僕はたまたま喋るっていうことはめちゃめちゃ才能があると思う。で、あとなぜか漢文の才能があります、僕で。多分漢文の才能どっから来てるかっていうと、多分国語能力なんですよ。だから多分僕は国語能力に関する才能は結構あると思うんですよ。まああると思うし、実際あるから多分再生数もそれなりにあるんだと思うんですよね、っていう感じなんですよ。で、僕は国語能力がという才能があるということを神から知らされずして生まれてきたんですよね。人間誰しもそうなんですよ。生まれた時に神様に君はこの才能があるよって教えられてくれてたらいいですけど、教えてくれないんですよ神様って。だから生まれてきた時から自分が何の才能があるのかって分かんない。まあ取扱説明書がないんですよ、自分自身ので。取扱説明書はないんだけど、やってみる中で、あ、こんな感じかなって言って自分の取扱説明書を探るんですよね。で、その中で自分が飛び抜けるところがあるんです。というか、なんでこいつこんな下手なのみたいな、なんでお前らそんなに下手なのって思うようなことがなんか見つかるんですよ。で、僕は正直喋るってことに関しては学校の先生下手だなって思ったんですね。なんでこんな眠たい授業やるのかなって毎回思ってたんですよ。全然人を引きつけない、もうなんかただやってるだけで、なんでこんな教えるの下手なんだろうなって思ってたんですよ。で、だから多分僕は教えることに対しての才能があるんです。で、まあ、実際生徒の成績も上げてるし、この前理系で学年トップ取っちゃったんですよね、国語で。で、国語、理系で国語で学年トップを取った人の国語を僕が教えてたんですけど、まあそんな感じなんですよ。だからその学校の先生は僕に負けたんですよね、国語で。しかもその学校の他の生徒も文系でも負けたんですよ。で、それなんで起きたかっていうと、僕は多分国語を教えるのはめっちゃうまいです、多分。実際の実績として証明されてるんで。だから僕は多分教育と喋りは才能、天才です、多分天才なんですけど、これが多分誰しも何かあるんですよ。で、それが何かは分かんないんです、本当に分かんないんですけど、やれば分かるんです。やれば分かるんだけど、それをやる機会っていうのをどこで見つけるかなと思うんですよね。で、だから僕自身いろんな動画で、これ受験勉強系の動画に関しては受験勉強以外のこともいろいろ言ってるんですよ。恋愛しろとか、あるいは時々実況動画出してみたりとかしてる。なんでかっていうと、いろんなことをその視聴者のその中高生に経験してほしいんですよね。自分が何の才能があるのかっていうのを早めに見つけた方がその後の人生有意義じゃないですか。80歳のジジイになって自分の才能を見つけても活かせるの、まあせいぜい5年じゃないですか。意味ないじゃない。ところが、例えばですけど中1で見つけたら、残りの人生70年間ずっと才能を活かし続けることができるよね。で、そうなったらその人にとっても幸せだし、日本全体にとっても幸せじゃないですか。だから、まあ、僕としてはささやかながらもこういう動画っていう場で自分の才能を見つける旅に出てほしいと思ってるんですよ。ですよ、僕は。だからまあいろんなことを言ってると。だからその京大のにいたそのいろんな連中っていうのは、たまたま受験勉強において自分の持ってた才能とフィットしたっていう人は一部いました、京大に。だからそういう人は受験勉強の才能とフィットして、で多分京大に来て、でその後多分各方面で活躍してるでしょう、おそらく。ところが多くの人は受験勉強の才能なんてないんですよ。そんな数学 A 数国理社5教科しかないんだから、その5教科の才能があるわけがない。もっといろんな才能ってあるからね、カメラの才能とか、こういう喋りの才能とか、あるいは小説の才能かもしれないし、絵の才能かもしれない、もしくはゲームかもしれないですね。何の才能か分かんないけど、なんかあると思うんですよ。で、その何かを探し求める時に
受験勉強っていうものをね、ある種試してみてほしいんですよね、自分の才能っていうのを。で、僕文部科学省すごい偉いなって思うことの一つが、英数国理社って結構点でバラバラな方面なんですよ、あの鍛えられるその能力っていうのが。で、英語っていうのは、まあ、暗号解読ですね、暗号解析能力だし、数学っていうのは論理性の学問だとか、国語っていうのは、ある種の論理性ももちろん大事なんですけど、読解力あるいは感情を読み取るっていう、空気を読むっていう力の育成だとか、もう科学もそうだし物理もそうだし、いろんなものを幅広く勉強して、さあ、あなたはどれが好き、あなたはどれが向いているっていうのを試す機会を与えてくれてるって、これ文部科学省すごい僕立派だと思うんですけど、そういうところなのかなって思うんですよね。で、自分の才能ってのを見出してほしい。で、例えばですけど、才能ないところとかは外に任せるってことができたりとかするんですね。例えば、まあ、僕はファッションセンスないです。だから、このスーツとかも、スーツを作ってることをなりわいとしている人も作って、テーラーさんって言うんですけど、テーラーさんに作ってもらってます。これネクタイとかもそのテーラーさんに選んでもらってる、んですよ。なんでかっていうと、僕は申し訳ないけど美的センスはゼロですね。ゼロです。ファッションに関しては全くわかんない、僕は本当にわかんない、からもう任せてます、ポイッとしてます。で、何でしょう、他にも僕の才能ないことっていっぱいあります。例えばゲーム下手ですね。やっぱりゲームは下手だし、ゲーム実況の才能もなかった。あと笑いの才能ないです、僕。正直めっちゃおもろいやんって僕は思うことも、他の人は何も面白くないみたいなことって結構ある。だから僕は多分笑いの才能もないですね。なんだけれども、僕は喋ることと教えることは天才だと思う。多分天才です。誰にも教えてもらわずしてできるんで、僕は天才だと思います。で、何でしょうね、これは僕が YouTube とか、あるいは何でしょう、こういう YouTube で動画を出してみて、で、さらにそこから生徒っていうのを取って、その生徒にものを教えて、実際その生徒が成績上がってみて初めて分かったんですよ。で、それまで僕は分からなかったんです。自分が教える才能があるとも思ってなかったし、喋る才能もまあ一人喋りは上手いだろうと思ってたんだけど、でもまあそんななんかこう、何でしょうね、ここまで上手いと思ってなかったんですっていうのがあるんですよ。で、それを見つけてほしい。僕は受験勉強は才能はなかったです。唯一漢文だけはできたけど、京大漢文出ませんから、というか昔は出なかったんですよ。最近出てますけど、昔は出なかったんで意味なかったんですけど、でもまあ京大には受かった。で、京大受かってみていろんなやつに会った。で、最初僕はその弁理士っていう、あの理系の弁護士みたいな仕事があるんですけど、その弁理士になろうと思って勉強してたんですよ。ところが弁理士の才能は残念ながら僕はなかったですね。で、その後いろんな人に会って、その会社経営者の方とかいろんな人に会って、こいつにこの分野で勝てねえなってやつが結構いっぱいいたんですよね。で、結構いっぱいいて、じゃあ何だったら俺は勝てんのかってやって YouTube をやったんです、僕は。だから何でしょう、自分なりにいろいろやってみて、試してみて、で、あ、これだったら勝てるかもっていうところを見出して、そこで勝負するっていうのが、まあ人生においては多分一番幸せなことだと思うので、ぜひ、なんでしょうね、いろいろやってみてほしいし、まあ、ぜひですね、難関大に受かってほしいです。で、それで英数国理社5教科全部勉強して、俺、これだったら勝てるかもっていうところを、その5教科の中のかすかな希望でもいいから見出してみて、で、そして難関大に行ってみてください。そしたら、もうこいつに絶対勝てねえよっていうのがいっぱいあるんです。いっぱいあって、でも、これだったら勝てるっていうのが見つかるんです。で、見つかったらそこに勝負かける。で、勝負のかけ方っていうのは受験勉強と同じことをやるっていう風にすれば、何か掴める。で、何か掴めたらそれが宝になるんですよね。で、いつか気づくと思う、それが自分の才能だったっていうことに。で、それを僕はできるだけ若いうちに、もう僕自身は、まあ、20歳の20代前半で見つけられたから、すごい幸せな人間だと思います。これ50とかで見つけてもしょうがないですからね。ああ、俺の人生50歳まで無駄だったな、みたいな。50代から大の人生だって、ちょっと切ないじゃないですか。それまでの人生も有意義に生きてた方が幸せだよね。だから、なんでしょうね。まあ、見出してほしいな、と思います。意外なところにありますね。最後ですね。はい。です。
ということで今回ですね、まあ、僕が兄弟であった天才の話をしました。僕は才能は受験勉強に関してはないです。はい、悔しいことなかった。でもまあいいんじゃないかなと思うんですよね。才能がなかったからこそ多分僕は教える才能があるんだと思います。これもし僕は才能めっちゃあって何もすぐしてできたんだったら多分教えることないですからね。多分いやなんでできないのみたいな感じになっちゃうんで、だからまあ僕自身才能はなくてある種良かったのかなとは思うんですけどね。はいです。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。